はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、皆さんこちらご覧ください。少し前にですね、まあこれオリジナルの決起図で、日輪刀死、まあ、死神の、まあ、日輪刀になるんですけど、今回、死神の寄り位置で、はい、こちら無限列車ちょっと戦っていこうかなと。もうこの見た目がまずかっこいいよね。これ前もね、この格好実はしてるんですよ。で、今回は、国志望の頭ダメージ軽減4、そして鬼の王の触手ダメージ軽減4、で、まあ、あと、ズボンと足ダメージ軽減4ということで、まあ、もちろん防御は最強。さらに、これ、日輪刀、死の日輪刀格闘5がついてます。まあ、本当は、より1のね、12をつけたかったんですけど、まあ、さすがにちょっとより1の日輪刀の、あれだね、その、別でつけれればいいのにね。そしたら、なんか、エンチャント本みたいなのがあればいいんだけど、より1の日輪刀のさ、そしたらいろんなやつにより1の効果をつけれるんですけど、まあ残念ながらね、ちょっと5しかつけれないんですけど、このようにかっこよくない？シュギーンってほら、シュギーン、これ死の呼吸ですね。だから今回この死の呼吸を使ってやっていきます。うおほー、いやか、これかっこいいの、これほんとかっこいい。これよし、じゃあいくぞ。わー、これ見た目も超かっこいい。なるべくちょっと見た目見づらいかもしれないけど、ちょっとこれでいきますね。では、今回の目標としてはどうしようかな。柱、まあ、こんだけ防御上げてるんで、もう一回やられたら終わりで。で、この死の呼吸に関して、あまり、まあ、呼吸が強くないって言うとあれなんだけど、まあまあ、でも強くはないので、一応、難易度をイージーにして、で、なるべくちょっと加減とかとも戦う。あ、待って。俺死んだ。ちょ、待って待って待って。そう、そう、これ今回でもこれあれか。ちょっと待って、ちょっとあれかな、オリジナルの決起術のモッド抜いていきますね。泣き目いるとちょっと厄介なので、ちょっと抜いていきます。よし、それでは、改めまして、まあ、サバイバルにしたから、夜にさせていただき、さあ、スタートといこうではないか。さあ、格闘後ついてるからね、鬼に対しても強い。ね、加減にも挑みたいし、上限最後挑みたいね。柱になって、はい、終わりじゃなくて、柱になって、上限に挑んで終わり、みたいな。そうだね。それにしたいんで、最後にもちろんね、上限に勝って。まあ、格闘後あるだけで、だいぶ火力違うからね。で、しかも、防御はもう完璧だから、なんだったら、まあ、上限とも渡り合えるぐらい防御は完璧だから、まあ、最初は序盤はもうガンガン攻めちゃっていいんじゃないかな。でもちょっとあれなんだよね。まだ進捗が上がらないと、このクールタイムが、そんなに早くないから、なるべく。よし、オッケー。さあ、そしてここで、進捗を上げて、で、ちゃんとちょっと日輪刀持ってだな。日輪刀持ち申して、これで、さあ、もう一段階アップと。で、これはここに上やっとこうか。よし。さあ、そして、スサちゃんいるじゃん。スサちゃん、勝負だよ。さっちゃんすさまるさーん。あれ、思ったより、いた、あ、待って、思ったより、あれ、思ったよりやばい、これ、思ったより、いいぞ、さすが、シルルユグ、まずい、これ、死んだんじゃないの。ちょっと、いや、死んでる、危ない。まずいね、これ、ちょっと待って、一回逃げよう。あー、やばい、これ、まずいかもしれないわ。あれ、あ、倒したわ。あー、シルルユグ、そう考えると強いな。これこうやって走りながらさ、敵に触れると攻撃するっていう、いいじゃん、悪くないでござるよ。で、ロクロいるからちょっと気をつけて。いや、もうあれは近寄っちゃいけないやつ。これ若干言い訳するとちょっとさ、これ死神の鎌でちょっと見えづらいっていうね、周りが。うわ、反転具にダーキー、あ、鬼か、びっくりした。いや、鬼くん。いや、鬼くん。よし、いいぞ。いや、いいじゃん、このシルルユグ。ああ誰、いける、しかも、イグロさん、イグロさんいてくれる。僕にはイグロさんがいてくれる。ナイスだ、危ない、ナイス、センキュー。いや、でもちょっといろんな技使ってこうぜ、いろんな技。さあ、お兄さん、こちら、手のなる方へ来いよ、かかってこいや、ほら、ああ、ビビってんのか。ああ、怖い。ちょっと待って。やばいね、これ。まずい。ちょ、思ってる。うわぁ、3人もいるの。それ怖い。危ない、助けて、パズー来てくれ、誰か。いや、ほら。やっぱこれか、このただ人。やばくね、死んじゃう。待って、ここで死んだら、ほら。やばい、ちょ、待って。企画倒れになる。企画倒れになる。誰か来てくれ。イグロさん、待ちなさーい。よし、痛い。
やっちゃってください、イクロさん。イクロさん、やっちゃってください。すいません、イクロさん、イクロさん、どこ行くんですか、イクロさん。やべえ、くそ、ふざけるな、ふざけるなよ。イクロさんが逃げよった。なんとか、なんとか、倒せ、倒せ、倒せ。よーし、危ない。Have a nice day。危ないよ、怖い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 。すげえ、大丈夫だ。まだ、まだそんな焦る日。いや、もうね、ちょっとね、本当にね、もうちょい呼吸が強ければなと思うところは少しありまするが、まあ、そんなこと言ってても仕方ないからね。この、私は死神よりいちで戦うと決めたんだ。でもあれだな、ちょっと、いい呼吸を探すのはあり。シルルユー君はすごいなんか可能性を感じるんだけどね。わっわっあ倒してる、すごーい、煉獄さんすごい、消えた。あ、煉獄さんが、煉獄さん、煉獄さんがやられるわけない、ふざけるな、煉獄さんは負けてないんだ、頑張って、よし。いやー、どうなんだろうな、難しいね、ほんとに。ノックバックついてるからね、クールタイムも早いから。あ、オッケーオッケー、これありなんだよな、やっぱり一番。まあ、単体で言うとこれかな。で、クールタイム早いから、ノックバックで戻ってくる間に、もう一回攻撃することができるみたいな。そういう感じにはなってくると思うから。いやー、でもこれ結構ちょっと、そうだね。柱近くならないと正直、加減とは戦えない。何やってんだ！よし、そう。進捗がでもまだ上がらない。残念ながらまだ上がらん。いや、死神より一を信じ、玉子、あ、でも玉子いるけど、あれ、待って、これ、いけないか、ワンちゃんいけん、いや、信じろ、これ、玄野いる、玄野もいて、貫禄さんもいるから、いけーい、いけーいけー、なんとか助けろ。で、玄野がやられた瞬間に、結局で、しかも、あ、イクロさんいる、これいい、ナイス、ヒー、怖い、待って、危ない、危ないわ、やめて、やめて、もう争わないで、私を求めて争わないで。これ一発でもこれ攻撃受けたら怖いかもしれない。大丈夫かな、大丈夫、早く倒してくれ、早く倒してくれ。よーし、僕の力、やべえ、そう湧くてんだ。いや待て、いやでも待て、いや無理、あれ全体に攻撃してくるから、ダメ、よくないよ、カイジ君。痛い！なに？わあ！いやあ！助けて！バズ！一回下がる。どうする？シシルイルいく？シシルイル！よし！やっぱり、シシルイルは本当に可能性感じるわ。これ、本当にマジ。マジンコ。シシルイル！よしよしよし、火力高い。あ、素晴らしい。大丈夫か、いや、大丈夫、貫禄さんいる。あ、よし、いいぞ、ナイス、これは、むしろ、美味しい。ちょっと、かまどで倒そう。かまどで倒せる。倒せない。あ、やばい、ちょっと待って、残り4パーが倒せ、残り4パー減らせない。待て、危ない。うわぁ、慎重はなーい。待って、あれでもさ、無理かな、無理、どう思う、引け、いや、近くにイグロさんいるのよ。近くにイグロさんいるってことは、僕もどう、これ、僕もさ、行けばさ、行けない、行けんけ、これ行けんか、あ、ほら、イグロさん来た、これ赤座倒そう、赤座倒しましょう。赤座さん、あの、僕のダメージ受け、いや、でもこれ耐えれる強さ。一撃でやられないということは、これすなわち、いいんじゃない、これ、援護になってる。素晴らしい援護になってる。トライアングさん、素晴らしい活躍でござる。どこ行ったみんな。ねえ、みんなどこ行ったの、あれ、みんなどこ行ったの、おーい、僕を仲間外れにしないでくれ。いた。あ、しかも、姫島さんもいるね。これ最悪、もしね、もし仮に、イグロさんがやられました。これ多分イグロさんがやられちゃう。そうなったら、僕を多分次追いかけてくるのよ。その場合、姫島さんのところに逃げよう。そうしよう。で、しかもまだ、あれ、イグロさんいるじゃん。ちょっと、これは、どれがいいんだろうな。これが一番いいから。こうして、ここで、ガンガン、大丈夫。すぐにはやられん。ちょっと待って、でもイグロさんやられたか？待ってくれ！逃げろ！
ここにいたじゃん。あーでもあっちでやってる、やってる。姫島さんが消えよった。待て、今あそこでいる。残り体力148でしょ。でイグロさん、でしかもあそこ今煉獄さんもいたから、煉獄さんもいたんで、最悪もしここでギウさんがやられたとして、僕に襲いかかってきます。その場合、あーやば、あ煉獄さん、今度は煉獄さん、煉獄さんは負けないぞ。煉獄さんは強いんだ。赤座逃げるな、卑怯者。待て、いや逃げてないな。赤座は勇敢戦い、痛い、勇敢に戦っておられる。逃げてるのはトライアングルさん、新たです。いやそんなことないです、僕はちゃんと戦っております。ほらみんな見て、みんな見て戦ってるでしょ僕。いやトライアングルさん、あなたは煉獄さんを盾にして戦ってるだけです。どっかのあのコチンピラみたいなもんです。俺の兄貴やってんだぞみたいな感じで、後ろからなんかこの喋って、なんかすごいあのなんだろう、あのなんか強気になってるだけです。そんなことありません。ほらかかってくるのだ。ほら何でもいいぞ。ほらタイマンでいいぞ。タイマンやるか赤さん。あいや猪之助様も来てくれた。いいんじゃない。ほらキレいない、どこね、みんな僕ついていけないよ君たちの戦いに。ね君たち、あ首取れてる。私が首を取りました。皆さん見てください、僕がこれ首取ったから。ちゃんとログ近くにいてちゃんとログ発生させろ。ログ発生させるんだ。よーし。みんなこれが大人の力というやつだよ。わかるかね。子供の頃にはまだわからないだろうね、この感覚は。そうだ、残りもうこれ上限倒したから、また柱になったらもう OK でいいかな。うん、そうだね、赤澤様も倒したし、うん、あの玉子も倒したし、まあ僕が倒しましたけど、何か何ですか。あ、エンムこそさ自力で倒そうぜ。はい、いやいける、はい、いった。いやでもそんなにエンムは軽くはない。そうで、あとは無限列車にしよう。無限列車にしたい。いやこれね、無限列車にさえしちゃえばいける。よし、オッケー、無限列車になったんで、あとはただヒットして、いいんじゃない。ただヒットしてますね。でちょっとこれダメージ大丈夫か、これ受けすぎ。ちょっと待って、でもこれ入んないと、中に入んないといけないのよこれ。いけるか、これで。よし、どうした。でさらにこっから M 来るでしょ、こっから M 来る。知ったい、ほらいけ倒せ。で残り体力少しだから、この M はこのタイマーよーし。あーでもまだ上がらないのか。鬼の血はすごい集まってるんだけどね。ちょっとどでかい敵倒して、柱までにちょっと一気に駆け上がりたいな。よーし、さあ来た。あと12気づき、これ討伐しないといけなかったっけな、こっから12気づき討伐して、であとは鬼をある程度倒せば柱になるはずなので、それで勝ちよ、こちらの勝ちでござる。よし、じゃあちょっと12気づき討伐しよう。ゾウアクテン最後倒そう。ゾウアクテン行こうよ、ゾウアクテン。ちょ、やろうぜ。ほら、勝負だ、ゾウアクテン。ほら、行くぞ、やっちまえ。あ、いっぱいいる。キサスターいっぱいいるわ。あ、これ勝てる。いけるぞ。痛い。ああ、痛い。いや、でもいける。倒せ。もうちょい。残り27。痛い。かなり軽くは高い。痛いが、いや、圧倒的防御力。我には圧倒的防御力があるなり、行くなりよ、来て列待つなり。くそ、待て、おい、くそ、待たんかよ。オッケー、ということで、これであとは、おー、来たー、そのまま、オーケー、フィニッシュ。はい、というわけで、今回、死神よりいちで無事、柱になることができ、さらに、上限、赤座倒して、玉子倒して、ゾウアクテも倒しました。はい。全員倒せたね。いや、これは、良かったんじゃない？まあ、倒したというか、まあ、後ろからなんか、どついただけだけど。はい。まあ、というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあお疲れ様です。バイバーイ。